マウイ山火事の件について、まずはお亡くなりになられた方々に関して、心よりご冥福をお祈り申し上げます。この件については、ネット上で様々な憶測が飛び交っていますが、今のところ、真実を特定するのは困難であると言わざるを得ません。しかし、不審な点が多く散見されるのは確かです。そして、海外のあるインフルエンサーは、自身の考えを SNS へ投稿しました。英語版なので翻訳しますが、信じるか信じないかはあなた次第です。以下が、彼の主張です。マウイに関する全ての疑惑が確認されました。彼らはこれを意図的にやったのです。これは偶然や自然の異常な力によるものではありませんでした。それは地球工学であり、社会病理学的な持続可能な開発目標とトランスヒューマニストのスマートシティのために、人を土地から平準化し、立ち退かせるための武器として天候を利用しています。正規の人間なら、マウイ島の土地を手放す人はいないだろう。それは美しく、人が住む場所としては完璧に近いものでした。それを知っているので、唯一の解決策は人々を強制的に追い出すことであり、誰も売らないので、彼らはただそれを破壊し、すべての金持ちろくでなしが住むスマートシティのために、白紙の状態にするためにそれを平らにしました。偶然にも、政府は数日前から数週間前に、国民から土地を取り上げることを許可する、反住宅宣言を盛り込んだ。多数の法案に署名した。